何かあるぞ。 せっかくなら楽しもうぜ。
何かあるぞ。
負けるわ。ごめんなさい。ちょっとだけ眠っててください。
大丈夫か？こいつはどっかの部屋の鍵だな。もしかして鍵のかかっ、改めまして、私はシルエットと申します。大切な仮面を届けてくださった上に悪霊まで退治していただいて、本当に何とお礼を言ったらいいか。ありがとう。退屈な仕事だったぜ。
けた。君たちは。この人は。このバルドゥークで知らない奴はいないはずだぜ。聖国騎士団の創設者にして団長シャトラール様、その人だ。さーてどう。早速行ってご教授願おうか。もしかして鷹さんはこのために。自分が決闘したいだけなんて。そんな。辻斬りの鷹、それに赤の王と白猫か。85点あげようじゃないか。ここまで侵入してくるとはな。怪人の対応はベルガー殿の守備隊に一任されているが、騎士団の本拠地に入り込まれては見過ごすわけにもいくまい。おっと、相手すんのは俺一人だ。え？何？赤の王さんよ、あんたの目的は別にこいつじゃねえんだろ。だったら引っ込んでろよ。こんな面白い喧嘩を譲る気はねえ。あんたも構わねえだろ。仮に俺を倒しちまえば、どうせ赤の王たちの番になる。いいだろう。決まりだ。聖国騎士団が団長、シャトラールがお相手捕まつ。神の前に祈り悔い改めたまえ。そうすればせめて祈らねえ。あんたは強いのになぜ祈る。聖国騎士だから。それとも日曜学校で教わるからか。祈りなんてもんは弱者であることの証明だ。まさか君は。俺は強い。これは、終わったようだな。何？立ったまま気を失ったか。90点くれてやろう。赤の王よ、今日のところは鷹を連れて立ち去るがいい。容赦も迷いもない凄まじい剣だった。だが愛がない。鷹よ、君の力はこのグリアのために生かすべきだ。いずれ君の力が必要になる時が来るかもしれない。さてね。だが君もいずれ知る時が来るかもな。
ってください。任せろ。Thank you.
おい、久しぶりに寄ってみりゃつまらねえ話が聞こえてくるな。君はクレドか。こいつはまだ飾ってあるのか。クレドさんが描いた絵ですよね。さっきとても素敵だって。クレド、なんだ、あの絵を見てしみったれた思い出話でも始めると思ったか。今つぶしに描いた落書きだ。それより監獄に乗り込むなら次から俺にも声かけてもらうぜ。監獄に？今度こそシャトラールは俺がやる。そして呪いを解いたら次はてめえとアプリリスの番だ。あ、お、思ったより物分かりがいいじゃねえか。そいつを伝えに来ただけだ。それじゃあな。君たちは一体。いえ、どうやら私の知らない事情がいろいろとあるようですね。無責任な言い方になってしまうかもしれませんが、あなたたちのような仲間がいると知ってほっとしました。リサがいなくなってからはずっと一人だったはずですから。すみませんが、クレドのこと何卒よろしくお願いします。いろいろびっくりしました。孤児院の事件前はあそこまで激しい人じゃなかったそうですけど、シャトラールさんにこだわるのも事件と関係があるんでしょうか。そうだな。いつか話してくれるといいですね。せっかく一緒にやっていく仲間なんですから。何があった？詳しいことは分からんが、怪人どもが侵入したそうだ。ちょうど騎士団本部のあるあたりだ。おそらく地下から侵入されたんだろう。化け物がうろつく地下をどうやって突破してきたんだ？ついこの前も同僚のハインツが。ああ、地下に迷い込んでそのまま行方不明という話だったか。だがたどり着いた先が騎士団の本部とは、奴らも悪運が尽きたな。あそこにはちょうどシャトラール団長がいらっしゃる。万一はないと思うが、念のために我々も守備を固めるぞ。わかった、すぐに行こう。Thank you.
やれやれ。珍しい。ありえぬな。あなたこそつい先ほどまで怪人とやらの相手をしていたはず。涼しい顔に似合わず慌てて戻る用事でもあったか。聖国騎士団団長シャトラール殿。こう見えても多忙な身でね、監獄尋問官殿。いや、ロムン帝国奇跡調査官イングリド殿。その不本意な肩書きで呼ぶのはやめてもらおう。しかしそれを知っているなら私の行動を咎めることが何を意味するかわかるはずだ。咎めるなどとんでもない。ただベルガー殿を介さずに動く理由は何かと気になっただけだ。もともと私には許可など必要ないはずだ。単刀直入に問おう。アドル・クリスティンはどこだ。なるほど、彼を探しているのか。だが赤毛の彼なら脱獄後は行方不明だと伝えたはずだ。我々の手落ちもあったゆえに申し訳なく思っている。なるほど、わかった。今日のところはこれで引き上げるとしよう。もし彼の手がかりがあったら私に連絡をいただきたい。不本意な任務だが手を抜くわけにはいかない。ああ、約束しよう。